サヤージー・ラオ・ガーイクワード三世は、西インドのグジャラート地方、ガーイクワード家の当主及び、バドーダラー・ハ王国の君主。サヤージー・ラオと、ママ・カハ・ジャムナーバーイ1863年3月11日、ガーイクワード家の一族カーシー・ラオ・ガーイクワードの息子として生まれた。1875年1月、当主であり、ハ王のマルハール・ラオ・ガーイクワードは、 イギリスの駐在官を毒殺しようとしたとして、同年4月に失政と戦争を、理由も兼ねて廃位され、マドラスへと追放された。そのため、1875年5月25日に、イギリスは、サヤージーラーを新党首及び新藩王とすることに、決定した。これに際し、同月27日に全党首官でラーを、ガーイクワードのヒジャムナーバーイは、サヤージーラーを養子に迎えた。 サヤージーラーオとはいえ、サヤージーラーオは幼少であったため、青年になるまでイギリスの折衝評議会の下で、統治し、1881年12月28日まで、それは続いた。その知性、サヤージーラーオは、更新性が指摘されていた、反王国の近代化を目指し、教育、司法、農業、産業、社会などの様々な面において、改革を断行した。 サヤージー・ラーオの教育的、社会的改革は、とりわけ児童婚の禁止、離婚に関する法律、教育水準向上のための教育の普及に努め、1906年に無料の義務所等教育を導入した最初のインドを人支配者だった。また、不可植民性の問題に疑問を持ち、そのためにダリットのビーム・ラーオ・アンベイドカルを雇用するなどした。とはいえ、 アンベイドカルは、反王国内における差別に耐えかねて、職を辞してしまった。サヤージーラーオの経済開発への取り組みは、繊維産業の発展に、重要な役割を果たした。また、海外と交流するグジャラート商人らを支援し、1908年には、インドの大手銀行の一つである、バドーダラー銀行を設立した。1939年2月6日、サイアジーラーオは、 イギリス領ボンベイで死亡した。死後、孫のプラタープシングラーオバイクワードがその地位を継承した。サヤーチーラーオサヤーチーラーオは、解明的かつ近代的な思考の持ち主であった。彼と同様な思考の持ち主としては、マイソール藩王国の藩王クリッシュナラージャ4世が挙げられる。彼ら二人はほぼ同時期に、それぞれの藩王国を統治していた。サヤーチーラーオは、 グジャラートのマラーター支配者であるという事実を十分に認識し、その国際的な態度と進歩、改革の熱意を示した。彼の豊富な図書館は、町や村の図書館のネットワークとバドーダラーの日の中央図書館の核となった。サヤー・チーラーをは、外文を気にした人物でもあり、1877年、1903年、1911年の、 デリーダルバールにも赴き、1911年には、イギリス王ジョージ5世と面会した。また、1890年には、バドーダラーに、ダクシュミー・ビラース宮殿を建設した。バローダ管理協会は、サヤ・アチー・ーラオのビジョンや統治スキルを記念して、彼の名にちなんで名付け、2013年に、サヤ・アチー・ーラトナショーを制定された。サヤ・アチー・ラオは、文人でもあり、 サンスクリット語の復興と発展に寄与したほか、美術といった芸術を奨励し、自らそのパトロンとなった。ケーララ出身の画家、ラビバルマの主要なパトロンの一人は、サヤージーラーオで、自身の肖像画を描かせている。サヤージーラーオには二人の日、四人の息子、三人の娘がいた。ありがとうございます。